ウィリアム・チャイルズ・ウェスト・モーランドはアメリカ合衆国陸軍の軍人。ベトナム戦争でアメリカ軍の指揮を取り、1968年から1972年までアメリカ陸軍参謀総長を務めた。最終階級は大将、サウスカロライナ州スパータンバーグ軍生まれ。1932年、ウェストポイント陸軍士官学校に入学して優秀な成績を収め。 1936年に卒業後は第二次世界大戦や朝鮮戦争で活躍した。1964年にベトナム派遣軍司令官となる。1968年のテト構成では敵の攻撃を退けたが国際的な批判が高まったためにアメリカ軍のさらなる戦力増強は制限された。同年、ウエストモーランドは陸軍参謀総長に就任。 1972年に退役するまでその地位にあった。この時期に1974年度アカデミー賞ドキュメンタリー映画賞を受賞したハーツマインズに登場してインタビューを受けておりガンガン爆撃をすればベトナム戦争に勝てたアジア人は子供みたいでどんなに些細なことでも口うるさく問題にするなどと語っている。 1974年サウスカロライナ州知事選に立候補したが落選する。1983年1月には CBS の報道番組において戦争中の敵兵力、特に解放戦線の非正規民兵の推定数を大幅に過小評価していたとして元 CIA 職員や部下の部官らの証言により批判された。これに対し CBS を名誉毀損で訴え、 1984年10月から1985年2月まで法廷で争われたが、後に和解した。2005年7月18日、サウスカロライナ州チャールストンで死去。91歳だった。ありがとうございます。